皆さんこんばんは、神谷里でございます。今日は9月の25日でございます。今日も夜のアップになってしまいまして、遅くなってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はですね、オフィシャルインスタグラム と YouTube チャンネルの方に、新しいリールが、歌詞動画が上がっていると思います。皆さん楽しんで、いただけますように。そしてファンサイトの方もますます充実してまいりまして、近日中にドキュメンタリー映像が公開されると思いますので、ぜひ皆さん、見ていただきたいと思っております。ですね、今日9月25日はですね、藤の木古墳記念日だそうです。1985年のこの日に奈良県の藤の木古墳の石室が発見されたということでございますね。藤の木古墳という、それから主婦休みの日という生活情報誌リビング新聞が2009年に制定した日だそうです。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュする日だそうですね。もうなんか毎日この日があともう数時間で終わるっていう頃にね、今日は何日だったっていうのが分かるんですけど、毎月25日はプリンの日、歯茎の日だそうですね。いろんな日があるんですよ。これ毎日が記念日ですね、本当にね。知りませんでした。ですね、今日はあれですよ、歌を歌ってみたんです。もう本当についさっきさらっと本当に軽くつるっと歌った歌がございまして、というのもちょうどピアノの伴奏音源があって、ネバーエンディングストーリーわかります皆さん。リマールというシンガーが歌って、映画のね曲ですよね、タイトル曲になりました。映画自体はファルコンっていうちょっとアンちゃんをお化けみたいにしたようなのが出てくる、そんなファンタジー系の映画なんですけれども、そのテーマソングをちょっとね歌ってみたんですね。はい、あれなんかもうザ80年代っていう感じのサウンドが原曲なんですけれども、ピアノの伴奏でこうなんかちょっとしっとりとした感じになっているので、またこう原曲のイメージとはまた違う感じになるかなと思うんですけれども、ちょっと撮ってみましたので、今日はですねこのネバーエンディングストーリーを聞いていただいて、おやすみなさいという感じでしょうかね。もうね、10時ほど、もうあと、もうこれ上がる頃にはもう23時っていう感じですよね。本当毎日毎日遅い時間になってしまって、もう下手すると日をまたぐみたいな、告知がもう日をまたいだりとかしてることもあるんですけれども、まあまあちょっとそういう時もあるのかと、ご容赦いただいてですね、ぜひ、毎日生温かい気持ちで私のこの聞き流しラジオを応援していただければと思います。そして日々ファンサイトの方もどん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 充実してまいりまして、歌詞動画を結構今回作ってもらったので、いろいろ毎日上げていければななんて思ってるんですけれどもね、ぜひぜひオフィシャルファンサイト、それからオフィシャルインスタグラム、オフィシャル YouTube チャンネルの方もぜひご登録をお願いいたします。そんなわけで、聞いてください、ネバーエンディングストーリー。Thank you.
touch the stars. Fly your fantasy. Dream a dream. And what you see will be. Rhymes to keep the secrets. Will it fall behind the clouds? And there above the rainbow is the answer to one never-ending story. Oh, story. Oh, fall behind.